ジャン君。ジャン君お帰り。ブラッシュしたからつるんつるんだね。これからちょっと出かけてくるかとね。ここでゆっくり寝ててくださいね。初めて降りる駅です。電車で移動して駅で降りるってあんまりないのでですね、ちょっと街の中を見て回りたいんですが、まずは猫に会いに行きましょう。上りが下がっています。ゆうちゃん、おとなしくしてるね。一応後ろ向いちゃうわけね。そうだね。こっちの方が人慣れしてるんですか。まだ人慣れ途中でもおりますが、はい、あ、消毒とかはしなくて、はい、ゆきちゃん綺麗なお顔だね。少し警戒があるね。やっぱりもう妊娠してましたので。ああ、そう、お母さんだったのか。母猫や仲間たちと一緒に暮らしていましたが、他の兄弟たちの姿を見せたくない。ゆきちゃんは妊娠していました。お家に入れて間もないので、まだ立派なびっくりです。が、少しずつ慣れてきました。大丈夫だよ。お利口さん、早いね。ここ最近ね、お母さんになるのね。ええ、まだ子猫だもんね。そうね、7ヶ月。アンズちゃんと同じくらいで。取らせてください。これは兄弟ですか？多分兄弟なんじゃないかと。同じところで捕まえてきたので。がっちり仲良ししてるね。仲良しで。意外と慣れてるのはもう保護されてから時間が経ってるんです。そうですね、半年以上は経って、まあ1年は経ってないですけど、だから触れるし。そう、保護された時も怒ったりはしなかった。すぐの時はもっとダメですね、触れない状態で。シャシャ、早いな、理解が早いんだね君。そうか、こんなに仲いいんだったらまとめて飼ってくれる人がいるからね。そうですね、理想は一緒に、そうなんですよ、初めてですからね。心配したけど、もうリラックスしてくれてよかった。もう入れた瞬間にもう寝てますもんね。
ね、もう安心できるって気づいたんだね。度胸があるね。ね。ね。そうですね。それが大好きなので。ね。テラスが。うん。譲渡会のお話をたくさん聞いてきました、なかなか苦労されているそうですが、始まったばかりというか、まあ、元からあるんですけれども、活動的に今、動いているという話を聞きましたので、僕らなりの協力の仕方ができたらと思います。